ご搭乗の皆様、以上でございます。ご案内申し上げます。当機は、エンジンを、始動いたしまして、地上滑走路前の点検をしましたところ、油圧系統に、不具合が生じており、ありますことを、ご確認しております。したがいまして、一度、エンジンを停止いたしまして、これから整備作業に入りたいと思います。皆様、お忙しいところ、大変ご迷惑をおかけいたしまして、大変申し訳ございません。以上、お察しの上、ご協力をお願い申し上げます。そのご搭乗ありがとうございます。ただいま詳細を確認しているところでございます。今、整備の終了の完了の状況と合わせまして、機材の変更も合わせて調整しているところでございます。この後の運行につきまして最終確認をしているところでございますので、今しばらくお待ちください。この後10分後には、10分後の16時20分には新しい情報をまたお伝えすることができると思いますので、またアナウンスまでお待ちください。なお、お待ちの間、ご利用のお客様におかれましては那覇空港でご利用いただけるお食事券を配布いたします。搭乗券またはレシートをお持ちになり、係員から配布いたしますので、今しばらくお待ちください。久米島行き879便は欠航が決定いたしました。大変申し訳ございません。ご利用のお客様は、夕方の便17時25分発881便と18時10分発883便に分かれてご案内の予定でございます。879便、ご予約の便は欠航が決定しましたので、夕方の便17時25分の便と18時10分発の便に分かれてご案内の予定でございます。なお、ご案内は手続きの順番でこちらで準備を進めているところでございます。この後17時25分発または18時10分発の便で振り替えをさせていただきます。大変申し訳ございません。なお、ただいま振り替えの手続きを進めているところでございます。準備ができ次第、新しい搭乗券をお渡しいたしますので、今しばらくお待ちください。重ねて本日出発がご案内が遅れましたことを申し上げます。大変申し訳ございません。琉球エアーコミューター879便久米島行きは欠航になりました。琉球エアーコミューター regrets to announce that 琉球エアーコミューター Y8 794 久米島 has been cancelled